はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。対話拒否チャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、皆さんは燃えたけ光という最強カードをご存知でしょうか。本日何をやっていくかというとですね、相手のターンをスキップしていきたいと思います。相手のターンをスキップしてずっと俺のターンというね、そういうギミックです。はい、壁とやっての、通称壁とやってのデッキですね。はい、この燃えたけ光っていうカードなんですけれども、これ1回ね、アモルファクターサイコっていうドライトロンギミックでもやりましたけれども、メインフェーズを一応スキップするっていうギミックなんですよ。このカードがすでに魔法トラップゾーンに存在する状態で、竹光カードを発動した場合、次の相手のメインフェーズ1をスキップすると。で、相手のメインフェーズ1をスキップすることができた場合、あとはまあバトルフェーズと、メインフェーズ2をスキップすれば、実質相手は何もできずにターンが終わっていくっていうことですね。ドローフェーズ。それで、スタンバイフェーズは、まあ、一応ありますけど。で、メインフェーズ1スキップされる。で、バトルフェーズスキップされる。で、メイン、バトルフェーズ入れないと、ちなみに、遊戯王のルール上、バトルフェーズ入んないと、メインフェーズ2に行けないんですよ。なんで、メインフェーズ2がスキップされる。で、次、エンドフェーズなんですよ。だから、ドロー、スタンバイ、エンドっていうことしかできないんですよね。メイン1とバトルとメイン2をスキップすると。これがね、最強真実。実質相手のターンスキップ。ずっと俺のターン。これをどうやってやっていくかっていうと、なんとですね、現代遊戯王、この燃えたき光は、手札1枚からサーチするというね、ギミックがありましてですね、イゾルデをね、使っていくんですよ。イゾルデって、妖刀たき光を墓地を食いながら、リナルド出せるじゃないですか。で、リナルドは特殊召喚に成功した場合に装備魔法をね、墓地から回収できるんで、まあ、妖刀たき光を落として妖刀竹光をサーチするっていうことができるんですけども、実質間接的に妖刀竹光って墓地へ送られると、竹光カードを1枚手札に加えることができるんですよ。だからイゾルデが出せるんだったら、もうね、妖刀竹光と萌え竹光は実質手札に加わってるのと一緒なんですよ。ってことはですよ、あとはですね、バトルフェーズとメインフェーズ2をスキップすればいいだけじゃないですか。これめっちゃ簡単なんですよ。まずバトルフェーズをスキップするカード、覇者の一括、相手のスタンバイフェーズに発動できて、相手はバトルフェーズを行うことができないっていう最強カードですね。で、ターミナルワールド、これはメインフェーズ2をスキップする、お互いにっていうカードなんで、これのどっちか引いてる場合、燃えたき水でもすでにメインフェーズ1スキップしますんで、バトルフェーズをスキップするか、まあ、メインフェーズ2をスキップするかによって、まあ、どっちにしてもすぐエンドフェーズに移行することができると、相手のフェーズを。これがね、今回のやりたいデッキですね。まあ、友達はいなくなるので、友達相手にね、使うのはぜひやめていただきたいと思うんですけども、このデッキね、他の採用ギミックいろいろあって、まあ、一応、イゾルデが出せるカードはいっぱい入ってるんですよ。例えば、ライティドライバー。これはライティドライバーから、レフティドライバーを出してきて、で、御用ディフェンダーを2枚出すと、イゾルデが出せるんで、まあ、これは3枚ですね。それから、エクスパラディン。エクスパラディンは、チューンナイトを装備して、装備解除すると特殊ができるんで、チューンナイトは。これで、戦士と2体並ぶからイゾルデが出せると。それから、ネオスペースコネクター。ネオスペースコネクターは、ネオスペーシアンのアクアドルフィンを、ね、特殊召喚して、で、2体でイゾルデができるんで、これが3枚。ということで、まあ、一応この辺のモンスターたちはイゾルデを作るためのカードですね。だからもうここで、もう燃えたき光は、確定するんで、あとはもう素引きして、ターミナルワールドか、覇者の一括を素引きすればいいっていう感じですね。はい。で、他のギミックは、まあ、リナルドが、イゾルデからのデュランダルでね、サーチできるカードになってますんで、これ、あるとですね、まあ、一応対戦動画のルートを見ていただければ分かるんですけども、イゾルデから、このデュランダルを経由すると、まあ、このシャルルとか、シャルル出したり、バレルロード、サベージドラゴンとか出したり、まあ、展開によってはね、VFD とかも入れてもいいんだけど、VFD とか出たりするんですよ。まあ、今回はちょっとシャルルを出したくて、シャルルと、バレルロード、サベージドラゴンっていう、まあ、そういう盤面にしてるんだけれども、これができるんで、まあ、これはね、3枚入れておくと結構便利ですね。素引きしても強いんで。で、オライオンは、これ、ハリラドンするんですよ、基本的に。上振れた場合ね。上振れなかったら別に、イゾルデから、妖刀竹光落として燃えたき光サーチして燃えたき光妖刀でメインフェーズ1スキップだけでいいんだけどさ、上振れるとデュランダルとか、聖杯の継承とか、あとリナルドが、すべきしてる場合、まあイゾルで出してからハリダドンができるんですよ、まあ、その場合に、使えるんで3枚入ってるっていうと、あとオリビエさんね、これオリビエさん、聖杯の継承で、
持ってきたり、あとあのイゾルデの効果でね、あのなんか戦速光属、あ炎属性の戦速持ってくれば、こいつあの手札から炎属性の戦速捨てると特殊召喚できるっていう効果と、あとあのフィールドのね、あのこいつを装備したモンスターが効果が対象にならないっていう効果があるんで、まあ、これでね、あのシャルルとかに装備して対象にならなくなったりできるんで、まあ、これは1枚ぐらいやった方がいいかなっていう感じですね。あの正直ね、もうちょっとね遠征騎士にあの寄らせたデッキっていうのはあるんで、まだちょっとそれは別で紹介しようと思ってて、今回はほんとクソデッキなんですよ。クソデッキで相手のターンをスキップするってギミックなんで、これちょっと抑えてます採用を。で、まあ、これもゴトフェニスギアフニードは、一応イゾルデから持ってきてアタッカーになれるんで3ターン目以降のなので1枚入ってますって感じですね。で、死者蘇生は展開人として1枚入ってるのと、増援はこの辺のカード全部持ってこれるから、1枚入ってる。で、妖刀竹水を落として黄金色の竹水サーチして2枚ドローっていうのも、すでに素引きしている萌え竹水とか、俺竹水とか素引きしてる場合は結構いけるんで、なんで黄金色が1枚入ってるっていうのと、まあ、これ2枚頑張って引きに行ってターミナルワールド引くとかもあるんですよ。覇者の一括引くとかもあるんで、上振れるとね、はい、この辺は上振れる札で、ワンフォーワンは展開力アップのために1枚。あとこれですね、聖杯の継承。これは、デッキ墓地から聖騎士モンスター1体か聖剣を手札に加えることができるんで、デュランダル持ってくることもできるし、リナルド持ってくることもできるんで、まあ、あの最強なんでこれ3枚。それから俺竹光は妖刀竹光からサーチしてくるように、1枚。それから禁止令、これ今回ですね、あの手札誘発、まあ、先行取ってね、あの先行で相手のターンをスキップしていくべきなんで、手札誘発をケアしたいんですよ。ウララとかゾウジとか。なので、その辺のカードを、まあ、基本的にウララですね。あの、春ウララを禁止するために禁止令入れてます。あの、枠がないんですよ、デッキの中に。本当は、あの、墓穴と抹殺とか入れて、あの、ケアしたいんですけど、ちょっとね、枠がないので、禁止令で頑張ってもらうっていう感じですね。はい。で、ターミナルワールドはさっき言ったな。で、覇者の一角も同じような感じ。で、墓穴も、あの、手札誘発ケア。っていう感じですね。はい。まあ、もう本当にやりたいことは、マジで相手のターンスキップしたいっていうだけなんですよ。まあちょっと対戦動画をね、その辺を見ていただければと思います。で、エクストラデッキは、展開見ていただければ分かるんですけども、シャレルを出す、まあ、途中でね、採用できるブリキの軍装とか、ローラン、それからまあ、サラッシャージウォリアあたりが入ってるっていう感じですね。で、イゾルデは2回出すこと結構あるんで2枚と、ハリファイバーは絶対いるんで1枚、それからアウロラドンが1枚。この辺のね、あのモンスターは絶対入れてほしいんだけど、あとはまあ、ご自由にっていう感じですね。まあ一応汎用的にフェニックスとか、マスカレナとか、ユニコーンとかアクセスは入ってるんですけど、ここは別にあのご自由にどうぞっていう感じ。なんかその VFD したいんだったら、あのもうちょっとね、エクストラなんか変えてもらってもいいし、 VFD ギミックをしたい方はね、それやってもらえばいいんですけども、まあぜひね、この萌え竹光っていうカードのパワーをね、皆さんにもお見舞いしていきたいと思いますので、早速ね、相手のフェーズをしっかりとスキップしていきましょう。ずっと俺のターン、デュエルスタンバイ。先行はいただいた。さあ、いやハンドは割と悪くはないけど、誘発ケアがない、誘発ケアがない。行くしかねえ。ネオスペースコネクターを召喚。ネオスペースコネクターの効果を発動。ネオスペースコネクターは召喚に成功した場合、ネオスペーシアモンスター一体を特殊召喚できる。なんかある。あ、増殖する G はいいや。増殖する G は最悪いいや。あのうららじゃなければ別に、増殖する G なんて打たれたところで、あの関係ない。ターンを渡さなければいいから、相手にターンを渡さなければ増殖する G で何枚引かれようが関係ねえ。リナルドを捨てて、なるほど龍二だわ。あ、てかリナルド捨てるのミスだったな。なんで俺今リナルド捨てた。ちょ、まあいいや、ターンスキップしたら関係ねえからな。で、俺は2体のモンスターでリンク召喚、現れよ聖騎士の追走イゾルデ。そしてイゾルデのリンク召喚成功時の効果を発動。イゾルデはリンク召喚にして、またなんかあんの。ちょ、何エフェクトベーラーきつ、エフェクトベーラーきつ、バリきつい。なるほどね。でもこれコストは遅れんだよね、確か。コストは遅れんだよ、コストは遅れる。あ、待って、これ逆にこれさ、リナルド落としたの、これプレイング正解すぎ、これこれ、あ、じゃあそうなんですよ、エフェクトベーラー読んでたんですよ。エフェクトベーラーなんか引かれんじゃねえかなと思ってたんですよね。あ、読んでました、はい、完全に。こういう展開するためだったんですよね。知ってます皆さん、これをね、俺は読んでたんですよ。で、リナルドを特殊召喚していく。で、結果オーライしていくで、リナルドの効果を発動。リナルドは特殊召喚に成功した場合、墓地の妖刀カードを1枚手札に加えることができるぜ。
さあ覚悟はいいか。俺は燃えたけみつを発動、そして妖刀たけみつも発動。そして妖刀カードがたけみつカードが発動された場合、燃えたけみつの方で次のお前のメインフェーズ1はスキップさせてもらう。そして妖刀たけみつの効果で燃えたけみつを回収。そしていけターミナルワールド。さあこれでお前のメインフェーズ1とメインフェーズ2はスキップされる。さあバトルフェーズを宣言しな。さあバトルフェーズを宣言しな。そうずっと俺のターン。さあバトルフェーズに入れよ。バトルフェーズに入ったらメイン2には移行できるぜ。まメイン2はないんだけどな、お前に、お前のターンにメイン2はない。なんでかってターミナルワールドが発動されてるからだよ。さあエンドフェーズを宣言しろ。なんか速攻魔法はありそうっすね相手。さすがになんかあれだっけ、なんか魔法トラップカード破壊するみたいなカードありましたよね。あれって速攻魔法っすか、戦闘機のあれ通常っすか。ちょマジで環境デッキマジで座ってこないんでわかんないんですけど、確かあれの通常魔法かなんかあったっけな、なんかあのアフターバーナーみたいなカードなんかありますよね。モンスター破壊したのが魔法カードが3枚あると魔法トラップ破壊するみたいな。よし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 、これがずっと俺のターンってやつだよ。ドロー。さあ俺のターンだぜ。みんな相手ターンがなかったように感じるだろ。これは俺が相手ターンをスキップしたからなんだぜ。そうターン3ってちゃんと待ってるだろ。ターン3ってちゃんと待ってる。妖刀竹光を墓地に送らせてもらおうか。いやこれデュランダルでいいな。展開もうターンスキップする必要はねえ。このターンで殺せばいい。なんかある、うっざっ。はっ、お前俺の動き全部止めてくるやん。まあ一応エクスパラディン残してよかったですねこれ。じゃあエクスパラディン召喚するか。エクスパラディンを召喚していく。さエクスパラディンの効果を発動。エクスパラディンはデッキから、炎属性戦士族を装備することができるぜ。そしてこのネズミは装備を解除し特殊召喚をするという効果を持って、これによって、このネズミを、装備状態から特殊召喚チュー。そしてチュースケ効果発動しないで、2体のモンスターでリンク召喚イゾルで発動する。で、あ、これで妖刀竹光来るから、またこれターンスキップできるんだこれ。ちょ2回、ちょもう1回遊ぶ、もう1回遊べるのは結構あるな。これこのターンで削り切れなそうだし、ちょっと待ってね。これ削り切れないのこれね。削り切れないからちょもう1回やるわ。まあここはまあ次のターンのこと考えてゴッドフェニックスギアクルとかなんか持ってきてくれるんじゃないですかね。はい。で、妖刀竹光の効果で。俺竹光持ってくるじゃないですか。で、絶望をお前に味わわしてやろうか。いくぜ、燃え竹光を発動。そして俺竹光を発動。まあこれ止めらんなかったらワンあるんだよな。止めらんなかったらワンあるんですよね。止められますかねこれ。でネオスペースコネクター召喚効果発動。おっと何もないぞ。よしちょっと一回相手の手札見るか。アクアドルフィン、これ一応ね、これなんか手を出せて相手の誘発をケアできるってもちょっと強いんですよね。ああなるほど、シンクロ、あなんか反応割と強そうじゃん。まあ、とりあえずサイコウィルダー破壊するわ。はい、パコーン、オッケー。手札誘発はないことが分かった。手札誘発がないこと分かったので、こっからは、圧倒的最強ムーブをしていけばいいだけですね。はい、これが一番の理想ムーブです。一旦まず聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚していく。さあ相手ターンのスキップ方法を皆さんにお伝えしますからね、今からね。で、デッキ上げていくのは、まあ、とりあえずこれは次の後続を用意するあの札であればこれ何でもいいです。でイゾルデの効果を発動。イゾルデの効果によって装備は方法を1枚墓地に送る。妖刀竹光を墓地に送って、妖刀竹光を墓地に送りながらリナルドを特殊召喚していく。そしてリナルドが特殊召喚に成功した場合の効果と、妖刀竹光が墓地を受けた時の効果をチェーン射送。妖刀竹光は墓地へ送られた場合、
竹水カードを手形に加えることができる。そう、もちろん持ってくるのはメインフェーズ1をスキップできる萌え竹水分かり手であればもうここであってなってサレンダーされるみたいなのがあるんですけど、まあ、そんなにね竹光カード有名じゃないんであんまりバレてないっていうのがありますね。はい、でよ、リナルド特集からの、まずはですね、イゾルデからのこの最強ムーブ、イゾルデハリファイバーアウロラドンでいきましょう。はい、で、ハリファイバー特集で、ハリファイバー特集が成功し効果発動、ハリファイバー特集が成功した場合、最強カード文房具001を特殊召喚ができる。で、機械族モンスター2体でリンク召喚、アローヘッド確認、召喚条件は機械族モンスター2体以上現れよ、サーキットコンバイン、風をつかめ、幻獣機アウロラドン、風属性だけに。で、アウロラドンの効果発動、幻獣機トークンを3体特殊召喚できるぜ。そして、機械族モンスターが2体以上同時に特殊召喚成功した場合、もちろん文房具001の効果発動、まあ、これコストですね、はい、これコストです、コストで特殊召喚していく。そして幻獣機アウロラドンの効果を発動、ヒル上のモンスターを2体リリースし、デッキから幻獣機モンスター1体を特殊召喚するという効果を発動する。さあ行け幻獣機オライオン、そしてレベル1のリナルドにレベル2のオライオンをチューニング、シンクロ召喚現れよ、ブリキの軍曹、そしてブリキの軍曹がシンクロ召喚に成功した場合の効果、さらにオライオンが、墓地を置かれた場合の効果もチェンシャーズ。オライオンは墓地を置かれた場合トークンを生成する。どんだけトークン生まれる、トークンどんだけ生まれる。ちなみに、ハリあのラドンのラドンの方の効果を発動するとリンクモンスターは、特殊召喚できなくなります、はい、まあ、関係ありません、進行しかしないんで、レベル 3の中トークンにレベル2の、オライオンをチューニング、新規の召喚現れよ、ローラン俺か俺以外かで、ローランのエンドフェイズの効果を発動、これなんか装備送ってなんか生死サーチみたいな効果ですね、はい、でレベル3のトークンにレベル5のローランをチューニング、新規の召喚現れよ、良き力だ、バレルロードサベージドラゴン、バレルロードサベージドラゴンはシンクロ召喚に成功した場合もちろんリンクモンスターを装備しリンクスマーカーの数だけなんかカウンターを置いてカウンターの数だけ効果を無効にするってことを持ってるぜ。そしてレベル3のトークンにレベル3のブリキの武器装をチューニング、新規の召喚優勢力を借りるぞ、スターラストチャージウォーリアー、そしてブリキの軍装をチューナーと、チューナーとしてシンクロ召喚したモンスターはチューナー扱いになる。あ、強っ、バカ強いやん、アホみたいな強いやん。でレベル3のトークンにレベル6のスターラストチャージウォーリアーをチューニング、新規の召喚現れよ、遠征騎士シャルルルルル、そして燃えたき水を発動燃えたき水発動、妖刀たき水を発動、そして残念ながら燃えたき水の効果が発動してしまう。このカードが存在する状態でたき水カードが発動された場合、相手は次のメインフェーズ1をスキップしなければならない。そして、黄金色のたき水を発動、妖刀たき水が存在する場合このカードは強欲な壺に早変わり。あ、強っ、これメイン2もスキップするしバトルフィーズもスキップするとか意味わかんないこといけるやん、これやばいな、ワンチャン破壊さサイクロンとかさえでもいけるぞ俺。聖杯の継承を発動、聖杯の継承は、戦士族かまたは装備魔法を手札に加えてここ持っている、まあ、戦士族加えとく、まあ、何加えてもぶっちゃけ関係ないね、相手ターンねえから、相手ターンねえからこれリナードでいっか。そしてターミナルワールドを発動、そしてあまりにも最強すぎるトラップカードをセット、これでエンド、妖刀竹光破壊しちゃっていいか、ちょっとシャレルの効果若干知るんですけど、まあ、いいでしょう。で妖刀竹光を墓地に送りながらデッキからケグナに加えるのはローランを加えまして、でシャレルちゃんのか、じゃあ妖刀竹光の効果発動する、妖刀滝水の効果で妖刀、あ、じゃあ俺滝水持ってくる、でこれで次のターンもスキップ可能で、シャレルの効果発動する、シャレル効果発動して墓地に存在する妖刀滝水を装備し、もうサーチするカードねえっけ、黄金色まであったっけ、もうねえか、あんま関係ないけど、まあいいや、破壊しよう。はい、君のターンでーす、スタンバイフェーズいいですか、スタンバイフェーズ覇者の一括、このターン相手はバトルフェーズを行うことはできないメインフェーズ一応スキップされ、そしてバトルフェーズがスキップされ、そしてターミナルワードの効果で、あ
おっと何もできない、おっと何もできない、大丈夫ですか、何にもできてねえじゃん、どうしたどうしたおい、どうしたおい、何もできてねえぞおい、番組かオリビエかなんかで装備してこれで効果解消にならないみたいな効果発動しよっか、はい、で、はい、陽動作業に打開していく、はい、じゃあお前何もできてないやんけ、大丈夫かおい、で、ですね、もう 一応もう一回、遊べるとできるんですけど、多分ぶん投げれば勝ちなんで、ぶん投げましょう、はい、ほいっと、まあ、あんま考えるのないから、はい、バトルフェーズ移行しますおかしいね、君のターン来なかったね、かわいそうに、かわいそうにね、悔しいでしょうね。さあ健康を取られてしまってもなんとか戦えるというところを見せてきた、まあ、遠征騎士ムーブが一応通ればね、ゲールドグラやば、3000ライフを払って自分の X 先からモンスターエーター傍聴を食うとかいうやばすぎる効果を持っている最強モンスター、こいつの効果にちなみにターン値制限についてないっていうね、かなりやばい効果があるんですけども、まあ、一応まあライフ制限はありますけどね、5000っていう、ああじゃあ、 8000っていう、ネクロスの万華鏡、何ゲールドグランネクロスデッキか、こっちのデッキエクストラデッキしか使わんからマジ釣れるぞユニコールだけ本当にやめて、ユニコールマジでやめて、シェンシェン、あクラウストラスもやめて、クラウストラスもやめよう、ブリグナグネクロス、うわきつ、ゲボキチ、ゲボキもうきち、だいぶきち、クラウストラスマジきち、どうしよう、あいなくなった、えいなくなった、なにこれ誰、あリンク召喚イゾルデ、あなるほど、えれえなんか雑にイゾルデ作るやん、なるほどな、はい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 、なるほどなるほど、はいはい、あなるほどなるほど、龍一で、あーなるほどなるほど、粘土増幅装置、あーやばいカード見えたね粘土増幅装置はやばいね、あれはねサイキック族モンスターのなんかライフコストを払うライフがなくなる、あれコストがなくなるんだよな、なんか踏み、あやばいねやばいね、ディプロドックス君の効果でゲールドグラ君がサイキック族にされた場合世界が終わる可能性がある、やばい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 、え無限サーチ来た、無限サーチ入る、これやばい、ちょっと待って、お前マジでやばいぞ、でもアークデクレアラーはデッキで3枚しか入んないはずだ、一旦ネクロスの反魂術で、誰や、あシュリットか、強い、シュリットリリース、アラドバル、なるほど、アラドバルは効果を無効にしてくるモンスターですね、あ手札いいはずかな、ケアしたかな、でゲールドグラの効果発動、なるほど、でアークデクレアラー、もうさすがにアークデクレアラーないでしょデッキの中に、いやなんかここで止まってほしいんだけど、ちょっと待ってよマジでやばい、リチュアの偽水鏡、やばいやばいやばい、なんかすごいやばそうな匂いする、匂いがなんかゲロイカの匂いがプンプンする、ちょっと待って、サイクレームロードオメガ、あえこれもしかしてアークデクレアラー戻すってこと、ええこれもしかしてこれもう一回送ってまた戻すってこと、うざクソうぜちょっと待って、何この絶望的なソリティア、え俺これ見させられんのこれずっと、何こいつやばいやばい、リチュアの偽水鏡はリイミリチュアガストクラーケ、ガストクラーケ、ガストクラーケ、やばい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 、ハンデスのバケモン来た、やばい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 ぞやばい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 ぞ、デッキに戻すとかいうことやめろ、やめろ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 、イビルチャーガストクラーケの効果に単位制限はついていない、つまりイビルチャーガストクラーケを何回でも出せば、イビルチャー、うわー、イビルチャーガストクラーケを何回でも出せば、無限ループが発生するってやつですかこれあれやばいんじゃね、ちょっと待って、残りあーあー、全てのハンドガン、全てのハンドガン、
デッキに戻されちまった。まずい。なんやこいつマジでキモすぎるだろ。ふざけんなふざけんなよ。クソオナに見せつけられたわ。やばすぎるだろこのデッキ。なあこのデッキ禁止令来たわ。ちょっと禁止令とちょあれはこいつだ。こいつだろ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 。どう考えてもおかしいよこんなの。こんなのデュエルじゃないよ。